どうもテラ一択です。いやー、まさかテラやらないで新大のモンキーターン5テラやるよりも早配信することになるとは。皆さん知ってますか、テラやらない。普段スクープ TV でアップしてるテラやる、あれは全力激烈猛烈爆裂実践動画じゃないですか。このテラやらないは、ゆるふわぬるぬるぐちょぐちょズコバコ実践動画です。まあざっくり言うと適当、はい。普段カメラなしの実践でテラ一択は個人的にカメラを持ってきてるだけなんですけども、今回はしっかりとした意図があります。はい、番宣に来ました。はい、何のってテライチャンネルの、いや知ってる、テライチャンネル面白いよ。テライチャンネル知らない、もしくは知ってるけど完全にスルーしていた。でもなんかパツロ売ってるし寝台モンキー売ってるし見に来た。あなたのために今日番宣に来ました。残念ながらこのテライチャンネルではパツロ動画はそんなにアップしないんですけども、ポーカー最近パツロももちろんめっちゃ好きなんですけど、ポーカーがもうバリおもろくてポカやるっていうね動画アップしてまして、何の略かと言いますと、寺井一択がポーカー業界ナンバーワンになるために一旦マジでめっちゃ金が欲しいので、まずは国内のトーナメントで優勝して日本一を目指してやる、略してポカやるなんですけども、ほんまにちょっと見てほしい、ほんま見てほしいのよ。見てほしいから今、モンキーターンを正直餌にしてます。山下さんすいません。でもせっかく見に来てくれたからには、しっかりと神回に仕上げたいなと思っております。さあモンキーターン5初のレース、緑まで行ったんで継続率は 66% 以上ですね、まあ、4番人気ですけども、道口もえのきさんもおらんかったよな、まあ、男カットイン入りましたけども、まあ、あの男のカットイン入って、おっと道口5番人気したかったっけ、まあ、女カットイン入ってて、女カットインって言い方は今このご時世よくないんですかね、女性の方のカットインが入れば道口、継続濃厚でした、男って言い方もあんまよくないんかな、もうご時世むずいわ、パツルより今ご時世がむずいから、男性の方のカットインで、えのきさんが来れば濃厚やったり、そういう法則あるんですけども、これどないや、言ってると思うねんけど、あかんの、チックショー、あ、チックショーやね、これめちゃくちゃチックショーやわ、チックショーじゃなかった、よいショーでした。さあガモンさんは全国24のボートレース場に女性ね、仲良くしてる女性の方がいらっしゃって、昔は憧れの存在でしたけども、今はもう憧れてません、はい、憧れるのをやめましょう。大丈夫なんで、これはピンチ、あー出たー、えのきちゃん、いやもうこれあのラオウの豪勝派と一緒に走ってるみたいなもんなんで、もう大ピンチですね。いやちょっともったいないことしたな、いいシナリオで、まあ、66% そんな続かないですけど、ゲーム数乗せもなしやったもんな、450枚と、はい、終了画面は、うーん特になんもない感じかっていう一連の流れでございました。うわ懲罰やん、この設定差あるやつやで、アップ、あとさらにナビ出てなくてレバーオンでぐるぐる、これレア役でしょ、じゃあ、あの多分共通ペラ外した、このね懲罰チャレンジの音、まあ、全速モードも同じ BGM なんですけど、
これほんまに好きで、めっちゃかっこいいじゃないですか。これこう家でね、リビングでソファー座ってこの曲をね、サントラで聴いてたんですけど、泣いちゃって、まあ、今も泣きそうなんですけど、まあ、思い出が蘇ってきたのもあって、ほんまに初めてハマったの、がっつりハマったのって初代モンキーが初めてぐらいなんじゃないかって。浪人生の時、代々木ゼミナール行ってたんですけどね、神戸の三宮の代ゼミがもう潰れちゃったんですけど、そこのね、また入った代ゼミで何回僕一人入ったわ。一人でね、こうやってやって V モンキーってね、教室で、空き教室で友達とやってたんですよ。なんかそんなんいろいろ思い出しちゃってね、懐かしいな。最初赤スタート、 A ですな。もう1セット目は継続だいぶしやすいと、 80% 以上あります。いやー、ほんま大人になってからね、いろんなことで泣けちゃうのよね。男でビービー泣くのってちょっとどうなんてのもありますけど、あーいいですね。初めてのこの AT 中の強チャンス目、泣くぐらい乗せたいね。全速モードいってほしい。さあブーン言うて、3ブーンはどうなん、なんか震えてるけど、これ全速いくんじゃん。あるよな、上乗せが10ゲームやったらこれ全速やろ。泣くそあー最高。あの10ゲームの後ね、こうチャンス引いてマックスベットをしてのこの全速、これほんまえ、さあにしてくれ全速モード。ここでレア役を引けば畑野が最高のターンをしてくれる大チャンスなんですけども、まあそれはもう贅沢やな。押し順だけでいいよ、押し順ペラだけでもいい。あー乗らへんねんな、そう案外乗らへんのよ。これもまた懐かしいね。ありがとうありがとう。一発ぐらいレア役行きたいな。無理か。いやー全然乗らんかったこれもまた全速モードなんですね。いいですいいです。いやーもう最高やな、もう BGM SE 完璧や、ほんま。あららら、で V 揃ってくれたらもっと完璧。さすがにそんな簡単には揃わんと。まあ赤なんでね、継続今 80% 以上あるんで大丈夫です。ボートで、あーいいね、バトル高確率できました。よし、ちょっとえのきさん一回芝居てみたいな。2連続ペラ、おお芝居た、芝きましたえのき。さあゲーム数上乗せ否定やんね。何が選ばれるの？全速や。さあ、おもろ。パチスロとして完成されすぎてへんか。いやのね、この当たり前かもしれんけど、ちゃんと BGM 聞こえるのもええわ。この効果音と BGM のバランスもめっちゃいいし、ちゃんと聞こえるし、はあ、なんかええわ。モンキーばっか打っちゃうかも。パスローええわーって思わせてくれるよな。待ってたよほんまに。ほんま数年前やめそうやってんから、仕事が嫌とかじゃなくてパツロが嫌で
わあ連戦や、ガモーさんや。はい、ベルひ、あ、ペラ引いて、ここは何も引けない、何も引けない、一発じゃ無理、行くんだ畑野は、行くんだ。ここでレア役引いたらきっといいことあるよね。あ、さっきここ赤やったわ、なるほどね、これゲーム数か、はい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 、で連戦と。え、全速やった、パーフェクト、パーフェクトも来たんです。あー、いいですね、十分です。さあ連戦、あー、えのきさんか、ちょっときついか、さすがに厳しいと思う。これ勝ったら寺井拓本物、あー2連戦で終わりましたと、十分や。あ、でまだバトル降格なんや、うーわ、おもろ連戦は初回バトル勝利時の 25% でいくみたいね。だから今のはすごいうまくいったパターン。おっと、バトル降格中は外れ目でも抽選されてるってことね。あー、さらにボート引いたわ、これバトル行くでしょう、誰もおらへんと思ったらやってくるえのきさん、まだわからんか、ガモーさん、まだわからん、誰、なんか熱いな、青島ちゃん、うわ、青島たんや、青島優子、全人類が大好きなんですけど、勝利濃厚で、で上位恩恵獲得のチャンスと、はい、どうなる、なんや、V ソックね、よし、よし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 、あ、あ、来た来た、この瞬間全てをかける絶対、なんでカウントダウン TV とかで流れへんのこれが、俺この人の正月年越しライブあったら行くもん、この歌ほんま好き。さあ、さっきの2個ストックしてましたね、あー、ここでまたワンブルー、ジャクチェリーでしたけども、なんかはあるか、バトルは行くかな、はい、この人も好き、名前わからんけどこの人も好きで、さあ終わると思いきやバトルね、誰、ガモーさんなら十分チャンスでしょう。さあリプレイ引きました、さらに、あ、ブー言うて、はい、いただきました、うん、まいで、俺モンキーうん、まいで。さあゲーム数のせでございますと、もしかしたらあのバトルに勝って上乗せ10はないんかな、最低20かな、ちょっと分かりませんけど、10が出てきたらもうそれ全速っていう。さあ今から大事な大事な 50%、 この 50% のレースを制すればグランドスラムとなって、そこからさらに夢が広がります。さあ、わあ、いやー、ちょっときついか、いや、言っといてくれんかな、今でも十分めっちゃ好きやけど、ここ突破してくれたら俺もっと好きになる。なんか出ろ、なんか出ろ、なんか出ろ、出ない、出ない、くぅ、えのき、ここでえのきか、エア役引っ張ってくるしかないか、いや、もちろん可能性はゼロではないけども、かなり厳しい、ここでえのきか、ほんま、いつだって俺の目の前に立ちはだかる、頑張れ畑野、そんな怒ることないよ、十分頑張った、頑張ったよ畑野、うん、頑張ったよ、よしよしよし、よくやった、よくやった、ありがとう。
な、落ち込むな、な、大丈夫だからな、よう頑張って頑張って、絶対うん、おもろ、ちょっと恵まれすぎてるけどな。さあ、あと激走チャージ中にレア役も引いてゲーム数ももらえるみたいだけど、何ももらえるのこういうのって。え、結構もらえるんですね。優しい、面白いのに優しいところもある。モテるでしょう、結局一番モテるからね、面白くて優しいって。さあ行きましょう、本日3回目、持ちメダルは1000枚超えてます。どう、うわ、何がもらえる。そうだ、全速モードだ。両ペラ引きました。45ゲーム、うわ、ニブルや、うわ、強チャンス。いや、ボートのが熱いか、こうなったらまあ強チャンス目よね。あ、もう30、早、あら、湯使ってるわ、青島がゆずの温泉使ってる。すごく嫌ないすごく嫌ないな。え、これ全速もある感じ。30乗ってさらにってことか。え、こんなにこんなに楽しんでいいの、どうしちゃったのよ。うん、いいでしょう。はい、30ゲーム、合わせて60ゲーム、なんで1500枚突破。投資はなんと5000円なので猛烈爆勝ちです。はい、皆さんもう想像にたやすいと思うんですけども、寺井チャンネルはめっちゃ赤字なんで、もう自分でパツオで稼ぐことにしました。 YouTube むずいんで、 YouTube 皆さんのパワーで簡単にさせてくれます。そんなに、ここでのレア役、はい、ボートじゃちょっとなんもないかな。バカンスいってるやん、ボートでバカンスいってるやん、バカンスいってるやん、おっぱいでかいやん。え、なんで負けてないよ、まだ負けないでって。あら、そう、そっか、もう、そっかそっか、はいはいはい、もう積み重ねて積み重ねて、で、有利区間完走や。プロポーズしてますね。もう俺は1年の半分以上水の上にいるけどもみたいな話なんですけども、まあ、僕も1年の半分以上パチンコ屋にいるんで、もうほとんど一緒ですね。さあ、こっからアオシマ VS 畑野と、で、これが、継続率約 83% で、勝ったらアオシマ集会、アオシマの AT が始まって、純増4枚の AT が始まるというわけですね。まあそんな心配せんでええやんな。ああ、チャンスアップ。初回は絶対勝つとかはないやんな。その辺は分かりませんけども、まあ当然の勝利と。さあ、青島が憧れの念願の畑野に勝利して、こっからまだまだ出ちゃう青島の SG 始まりますよと。これ高設定したですね、青島のドレス、あ、ドレスも結構似合うんやね、こうスポーティーボーイッシュな感じだけども。はい、
こちら、まあ、基本的には普通の SG ラッシュと変わらないんですけども、純増が4枚となっておりまして、もちろん特化ゾーンもあり、なんかいろいろ普通にいっぱいあります。おお、すごい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 、あれかな、究極 V モンキーしたからかな。100ゲームスタートや。ごっつ、これだけで400枚出るやん。あ、そして青島超罰チャレンジ。熱っ、熱っ、いってんじゃん。あらかんか、ボートあかんか。よしで、こんなにゲーム数あんのに継続も確定してると。え、4つ目、今ストック4つあるんで、あの畑野がボートで、こっち平泳ぎでも勝てます。あー、今日チリ引いた。これ温泉行くんかな。あ、温泉行った、素晴らしい。あー、 すごいつやつや。あー、今日チャンス引いた。これこのどうなる。で、はい、30ゲット、こんな感じやね。あ、素晴らしいですね。5000枚超えてもうてます。5000枚超えてもうてる。一回外行こっか。外が外すぎるね。外やね、だいぶ外。山と川に囲まれて、長野いいところやね。モンキーターンの街でしょ長野って。あ、違うんですか。いや、初めてですね。あの、負けすぎて一旦外に空気吸いに行くみたいなのあるんですけど、出すぎて外出るっていうね。いや、ほんまにちょっとえらいことするんで、もうえらいことなってると思うんですけど、さらにえらいことにするんで、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録、今のうちに。はい、あのチャンネル登録者ね、あのもりもり減ってってるんで、一回戻します。モンキーターンで行きますか。 V モンキーし、わー、油断した。うわー、終わりか。122枚かー。いやー、最後編集適当やったな。すいませんね。休み2日使ってなんとか完成させたんですけども、途中まで良かったのにね、最後ブーツーってなって、最後ブーツーってなりましたけども、なんとか動画完成させられました。はい、見ていただいてありがとうございます。いや、またね、家に帰れない日々が続くので、それまでにどうにか完成させようと思って、急いで作った割にはテロップとかもしっかり入ってるし、見やすいし、まあ、ちょろっと笑いどころもあったりして、いいモンキーターン5の動画になったんじゃないかなと思うんですけど、誰も褒めてくれないので自画自賛してます。褒めてくれ。いや、でも初めて寺井チャンネル見に来てくれた方もいらっしゃると思うんですよ。だからそのためにね、その方がちょっとでも見やすく動画を楽しめるように、テロップとかいっぱい入れたんですけども、よかったら高評価、コメント、チャンネル登録。これ何回言うねん、これもうダサいわ。俺嫌いやねん、ほんまは。こうやって言うの我がポリシーに反すんねん。
そんな話どうでもよくて、寺井チャンネルちょっとね、ポーカー中心にやってるんですけど、ちょっと話長くなっちゃうかもしれないですけども、なんでポーカーばっかりやってるかっていうと、今の YouTube ってジャンルの統一性がすごい大事みたいで、でずっと寺井チャンネルいろんなことをやってたんですけども、まあそれがちょっとこの先厳しいかってことで、まあ舵を切って何かに統一してやろうと。でそれでまあポーカーがすごい好きになりかけやったんで、ちょ一発ポーカー気合い入れてやってみるかってなって、で撮影も僕基本的にやっぱあんま時間取れないんですけど、ポーカーってこっからここまで3日間ぐらい休みガンって取ったら結構そこで取れたりするんですよね。あ、いろいろ都合いいわと思ってやってみてるんですけども、YouTube ってもともとチャンネル登録してる人があんまり動画を見ないとおすすめ関連動画に非常に出にくくなるらしいのよね。で、もともと寺井チャンネル見てる人は寺井拓のことは好きかもしれないけどポーカーは別に好きじゃないっていう人が多いっぽくて、あんまほんまに動画見いひんねんや。だからおすすめ関連とかにも出にくくて、今もう鼻毛です。寺井チャンネルめちゃくちゃ鼻毛、うん、すっごい鼻毛なんで、なかなか厳しい状況なんで、助けてください。はい。で、まずポーカーに興味を持ってもらおうと思ってね、でその面白さをね、こう動画で一生懸命語ってて、でこれわかります？テロップとかこれめっちゃ出てるじゃないですか。ここ何にも入ってないとこあるじゃないですか。ここはポーカーのおもろさを頑張ってパチンコに例えて喋ってるんですけども、後でやろうと思って置いてて、完全に力尽きてそのままにしてます。だからもうカットしようかなと思って。もったいないか、もったいなくもないか、別にこの後に流すか。うん、この後無編集ですけども垂れ流すんで、暇な時でもいいんで見てください。まあでもモンキーターン5がおもろかったんでよかったです。ほんまにめっちゃおもろかった。もう動画内で散々言ってるけど、こんなおもろかったらモンキーターン6どないすんのやと思う。もうこれ以上ないんじゃないの。またゲーム性変えるしかないんじゃん、モンキーターン3みたいに。それはそれでやっぱうんやもんね。モンキーターン5ほんまね、もちろんスクープ TV のテラレでもめちゃくちゃ打ちたいなと思ってるんで、そっちもまた見てくださいね。でなかなかできてないですけども、ゲームスタジオ作りまして、はい、ゲーム一択も配信していくんで、そっちもよかったらお願いします。いろいろお願いします。情けない寺井拓ですけども、今後ともよろしくお願いします。ポーカーね、おもろいおもろい言うてますけども、いや寺井よ、何がおもろいねん、興味ないねんと。わしらパチンコパッツル動画見たいねん、いやポーカーなんかやめんみたいな人もね、中にはおると思うんです。パチンコにちょっと似てんねん、だから好きなんかも。駆け引きのあるパチンコっていうかな、駆け引きの要素を抜けば、そもそもポーカーってどういうルールかというと、ハマってんのがテキサスホールデムポーカーっていう、今世界で一番人気らしいポーカーなんですけども、まずね、役を作るんですよね、ポーカーって。で最初にカード、トランプが2枚配られるんですよ。各プレイヤーに、数字が見えない状態でトランプが配られると。で、その人に見えないようにそのハンドを見るわけですね。で基本的には、あんま良くないハンド、そんなめっちゃいいハンドがもちろん配られるわけじゃないんで、その数字、2が弱くてエースが一番強いんですけども、2と5とか3と8とか、全然強ない、全然強ないんですけども、なんか今いいアイテムゲットした、なんか V ストックしたね。ちょっと話続けますね。いわばそれが白保留、大体やっぱりそんなにいいハンドじゃない、そういう時は勝負しない、ホールドって言ってもうこの戦いは降りますと、チップかけませんと。で来るわけですよ、
たまにエースキングとか、やっぱエース強いキング強い、その2枚来たらこれむっちゃ強いんですね。これプレミアハンドって言って、このエースキング来たら、あエースキング来た、いやもう脳みそピョンって一旦になるんですよ。まあ言ったらもう先読み入ったぐらいの感じあるよ。でその後ね、この自分の2枚のカード以外にボード、こう場にトランプがトータル5枚ているわけなんですね。でその言ったらターン制って言ったらいいかな、まあ、ラウンドって言ったらいいか、まあ、最初に3枚出てその後1枚その後1枚って感じで、まあ、計7枚のうちから5枚で役を作るって感じなんですけども、エースとキング持ってて、そのバーに最初にトランプが3枚バーって出て、そこにエースがパーンってきたら、うわ来た、うわっつーって、もう赤カットインぐらい入ってますわ、うん、タイトル金文字ぐらいの感じ、熱ーってなります。だからそういうなんかエースキング持ってて、バーにエース出た時のこのピョンって感じのこの、あ来たって感じ、パチンコに似てんのよ。だパチンコとちょっと違うのは、自分が白保留のくせに赤保留に見せかけることもできるっていう、その例えばエースキング持ってます、で場にエースあります、そしたら勝ってる可能性が高いんで、まあ、やっぱチップをね多く出したりするんですよ。でそしたら相手がその勝負に乗ってきたらコールって言って、相手も同じ額のチップ出して、で場にチップが溜まるわけじゃないですか。最終的にその場に溜まったチップを、まあ、買ってたら取れるんですけど、そのね買ってなくてもそのチップが取れる場合あるんですよ。現状やっぱ相手にハンド見えてないわけじゃないですか。で場にエースが出ました。で自分は実は、まあ、2と5とかのめっちゃ弱いハンドやのに、場にエースが出てるから強めのチップをドンって出して、俺エース持ってますけどみたいな顔して、で相手を下ろして場にあるチップをガサッて取れるみたいな、そういうこともあるんですよね。それがおもろいのよ。